いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないならか。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん、助ける。その子がタイプなんだって。だから。ん？兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？ああ、蹴りが鋭い。それ特徴かな。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティラちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分はや…ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。きっとゴールドソーサーのチョコボレースでだってトップを狙える。ここには検品しなくていいからな。え、ドン・コルネオ宛ての鬼ですけど。だからだ、言わせんな。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。どういった快楽をお求めですか？はい、本日開店の自動アイテムや呼び込み。待ち合わせ場所はここのはずだけど。大丈夫かなあいつ。でもやばいって噂だよな。おい兄ちゃん、ここで粗相したら分かってんだろうな。ノトレ人でも助けてやんねえぞ。おい兄ちゃん、ここで粗相したノトレ人でも助けてやんねえぞ。は、腹が、あ、く、苦しい。例の件の後、こんな裏路地まで来るとは好奇心旺盛だな。度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけはな。あの、あははは、本当にいい天気。ああ、え？街の上がりも相当巻き上げられているはず。ここも満席
気か。ああ、マジでろくな男がいねえし。で、私たちをスルーとかありえないんですけど。おっと、あんまし路地に入らない方がいいぜ。やばい人間がたむろってることもあるからさ。お前、俺たちは仕事サボってるだけだけど、これ以上詰めるのは無理だって。貴重なサボり時間なんだから。まあいいんだろ。だから騒ぎたいやつが集まる。らっしゃい。薬屋だがアイテムも扱ってるよ。毎度あり。それをずっと眺めてる。研究のためならご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、新たな。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。素敵なお花ね。あの服を選ぶのってどうしてこんなに楽しいのかしら。いいんですか、旦那さん待たせちゃって。迎えに来ない方が悪いよ。お値段とサイズを見るまではだけど。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。トロットロの。ああ、入るべきか入らざるべきか。俺ってこんな時わかるか、この感じ。おお、同類かよ。もしかして楽しいことの後は罪悪感やら自己嫌悪でめいっちゃうタイプか。でもそれは一時のことで、すぐにまた。あ、なんだ質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街をこうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何。気にするな、知らなくてもいい。もちろん、他じゃ死んだカンパニーに取り締まられちまう。おい、バネ見ないでね。アニアンのショーがある。
んたさ、前は今夜もなかなかの入りだな。もったいない。何やめちゃったの？気づいちゃったからね。自分が女王蜂じゃなくて。何？あんたはリーフハウスの？ちょっと、何でも屋さん、この町で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている？あ、実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです。子供たちには内緒にしてくださいね。一流のダンサーになるために今は修行中です。出禁の客も多い、よく見張っておかないと。君だって。夜風で少し冷ましましょう。あれが噂に聞くミツバチの館。ここで待っていればあの子が出てくるはず。もう同じディスクを買ってきちゃった。あ、お客さん、よかったらこれあげます。いくらいい曲でも2枚はいらない。珍しくもないか。ダメだ。わしはもうおしまい。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず、苦節7年、今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。
べ始めたら止まらない。おいしさがどうだい。だいぶ仕上がってきただろう。切れてるよ。ナイスカット。重要なのは忍耐と持続。諦めないで。ポジティブに。ここまで来るには全てチョコボ豆の不幸。ちょっと待って、やめない殺せよ。らっしゃいませ。お好きな席へ。おすすめの盛り合わせ。ご注文は。そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったりなお部屋をご用意してますよ。いらない。ん？今ちょっと悩んだ。ご利用の際はお声掛けください。マーケット一の武器屋へ。どうぞごひいきに。いらっしゃいませ。どうぞ手に取ってお試しください。
またのお越しをお待ちしております。このハニーガールはメリケちゃん一択。これは歴史的事実か。アイド。いやー、危険に備えるって大事ですよね。新人のポリアちゃんをおすべし。されば真実の扉は開かれん。どんなお好みにも対応します。
息子のジョニーをウォールマーケットで見た。旅立つあいつに愛用の枕をつだが、雄大な精神は健やかな肉体に宿る。そして健やかな肉体を育むのは良い睡眠。Thank you.
おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか、エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや、代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そして手もみ屋のマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ。なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。表だ。残念、裏だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつは上がるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか。
やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。開いてないみたいだね。他の代理人のところ行ってみる？ポカポカスレスレで自分の体じゃないみたいだ。忙しかったな。息抜きに繁華街に行ってみるか。そうね。やっぱりウォールマーケットは恐ろしいぜ。はずが、なあ、お前はあんなことを。俺が話してくる。エアリスはここで待って。え、どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。いらっしゃいませ。どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガールまたはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たっても。お力になれず申し訳ありません。俺の花束をマイハニーに届いたかな。あなたはハニーガールが目当てなんでしょ？着きましたぜ。無理言うな。チケット持ってないの？あと一杯おごるから。
歩きたのくらいよ。貧乏にはちょっとかかんな。こんなの好きになっちゃう。ちくしょう、足元見やがって。ここだよね。あ、うん、いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。黙った、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。ったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちは手もみ屋、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え、早くしな。お、戦う男の力強い、それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさ。話はそれから。さ、どのコースにするんだ。客じゃないなら出て行きな。おお、手のひら。あら、全身に力がない。まだまだ夜は長い。トロットロにとろける。ハチミツマンだぜ。表のは親父のコレクションです。知らなかった。
旅の幸運をお祈りします。何でも貴重な戦車を取り合ってもなんだと。おめえ、向こう側の有名なお店のやつだ。季節限定メニュー3。相当巻き上げられているはず。あれ、一括銀行の経営母体はシンラカンパニー。大丈夫かな。でもやばいって噂だよな。銀行なんて名乗っていた。決心はついたのか。さ、クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほら、力抜いて悪いようにはしないからさ。あら、痛かったか。いや次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだい。声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい。ここはどうだ。それともここかい。ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。はい。どうだった。大丈夫。クラウド変だよ。そうか、絶対変。癖になりそうかい。さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私を。そりゃずい。本当。ただし。え、そんな貧乏さ、代理人としての信用に傷ね。この服ダメ。俺は嫌いじゃない。ありがとう。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服。心配しなさんな。払うもんさえ払えばね。いくらだ。ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことだから提案が。え、この町には地下闘技場があってね、そこで優勝できたら。いや、賞金が出るのか。推薦人の。わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。
急いで闘技場へ向かいな。私に損をさせるんじゃない。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう。そこは心配していない。強気もいいけど、足元に触れないようにね。マテリアや。毎度。今からエントリーだ。いや、二人でお願いします。推薦してもらうの。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。エレベーターで下だ。急いでくれよ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。こっちだ。急げ。エンナナイト市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラムシ、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。お安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。寒風の紐でぶちのめす。勇者な地平道を剥がせ。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。死に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。異種格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。どうしたの？少しばかり金が。あんたらも、いや、悪いことは言わねえから。クラウド、エアリス組、入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。コルネオからの差し、飲んでおけば。よかったらあんたたちにやる。
どう？ドロッとしてる。へえ、私は飲まなくていいかな。準備はいいか？せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。なんたる罰が。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。ちょっとだまけろ。ついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はぁ、新王とか人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様、まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。攻めるぞ。刻む。追い打ちだ。当たれ。まあ